MTB ライダー2です。新しい自転車を買いました。イエーイ、ワイノです。はい、この自転車は、ハンドルバーがすごく長いです。前の自転車が620だったんですけど、今は740です。すんごい長くなりました。イエーイ。そしてフルサスです。フロントにサスとリアにサスがあります。イエーイ。はい、このサスマジですごく聞き上げて、すごく良くて、前は動かなかったので動きました。そして リアもすごく動くんですよね。これ自動で上には上がらないですけど、めっちゃいいです。そう、ロックできるんですね。こことここのボタンを押すと、前と後ろのボタンがロックされます。見ておいてくださいね。こちらを押すと下が動きます。フロントも同じで、動かすと回ります。めっちゃかっこいいです。GT はジャイアントが良かったんですけど、GT にしました。これ中古ですよ。ほぼ傷がなくて、すごい改造されてます。空気も結構入ってて、あとはここビエラがシマノの SLX です。シマノの SLX です。かっこいいです。もう全然動かないです。前まではこれがこっちに行ったりしてたんですけどね、これがここに行ったりしてたんですけど、もう動きません。で、フロントはシングルのギアで、もともとは2つあったんですけど、改造されてたのでめっちゃいいです。こんな感じ。サイズは 27.5 です。で、フレームのサイズが XS です。 MTB ライダー2でした。